はい。言ってるはずです。何ですかね。これ。こんにちは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 。朝倉慎二さんです。どうも。ようこそリサランドへ。どうも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 。まあでも前に実はインスタライブに来てるよね。そこに行ったもんね。そこに。うん。ここから そうだ。ここからそうマイクベースのアンドロップのベースマイク。そう。三人でまあ家電の話したことしか覚えてないですけど。そうね。おしゃれなお家ですね。すごい。すごい。ね。すいません。でもそれバーチャル背景じゃないんですよね。バーチャル背景じゃない。あ。おしゃれな、おしゃれな部屋じゃないですか、あさちゃんも。これはですね、はい、これは私ね、これ今、この、何ですか、これ、僕今窓際に向かって喋ってるから、うん、私はこう、うんうん、私の目の前はこういう感じなんですよ、この写真のと。いや、もうめちゃめちゃ可愛い。でしょ？これで、ここだけ、うん、ここだけなんとか整えたわけ。だから、この、はい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 、俺の今、で、ここにこう、ここにパソコン置いて、こっち向けるともう、こっちがめちゃくちゃ、この後ろがめちゃくちゃなんですよ、今。もうね。それは何？いらないものが積んであるみたいな。そう、だからもうね、本が、本とかその雑誌とかをね、うんうんうん、なんかその、フル雑誌を出すタイミングまでにこう、毎週毎週こう、うんうん、膝の高さまで捨てようみたいなキャンペーンをこうしながら、徐々に徐々にこう、スクラップしたり、こう、いらないものを仕分けたりして捨てて、それでもすごいわけ。でもね、あと、家のその洗濯周りとかも片付けてるから洗濯物の干すやつとかもあったりとかして、ちょっと嫌だったのでこっち側を写真に撮って、で私は気分はいつもいい感じなんですけど、後ろ向き気分はよかった。そう、え、ちょっとその今のバーチャル背景の位置だと、うんうん、窓が肩ぐらいのところにあるとすると、ちょっとランプが下すぎやしないかっていう疑問になるんですけど、そうじゃないよね。そうじゃない。窓は本当は上の方にあるのね。もっと全然上です、全然上。もうこれ、このくらいが窓の下ですか。あ、当たり前でしょ。当たり前です。ごめんごめん。当たり前ですよ。すいません。これはちょっとぶつかっちゃいますから、この辺。じゃあ、はいはい、多分どうでしょう。見てくれてる人は見てくれてるでしょ、当たり前の話ですけどね。じゃあ、うん、せっかくなんで、まず乾杯をあ飲んじゃった、はい、させていただきたく。消えちゃう。じゃあ、画面の前の皆さんも、はい、はい、皆さんの健康を祈って。はい、乾杯。乾杯。ああ、サンキュー。怖いわこれ。あの急にコメントをチョイスしますけど、はい、うん、ウェイトゥーゴーレディオでタモリさんにつながる一人として出られてましたよねという懐かしい話が、ウェイトゥーゴーレディオって覚えてます？ニコルズの、うんうん、あのめちゃめちゃ前じゃないですか。めちゃくちゃいつかタモリさんにつながりたいっていうウェイトゥーゴーレディオ。あれはもう やってないの？やってないか。ラジオやってないのか。いや、ニコルズが。ニコルズはね、今ね、ファンクラブの方で続けてる、まだ今だ。そうなんだ。すごい。素晴らしい。偉い。出た。もう何年も、10年、10年は経ってないけど、相当。10年は経ってないけど、でも6。そう、もうそんな、まあ、でも、7、8年。10年経ったかも。うん。知れない。うん。そうかもよ、うん、そんな経ってないか。でもまあそのくらいですよ。でも私ももうニコルズは辞めて丸3年経ち、今年丸4年になるから、そうかもしれないです、ね、でもまだそんなもんか。でもそんなもんです。うん、なんか分かんない、まあ、分かんない、ね、すごい2012年1月25日って来た情報が本当にすごいですね。本当に2010、2012年、もう8年前ですか。8年前だ。そう、ね、まあ、じゃあ、朝ちゃんと出会って、うん、ちょうど10年ぐらいですね、じゃあ、きっと。そうですね、そうなんじゃない？出会ってとか、2010年、しくなって。
親しくなって、会ったのは多分2008年とかそんなもんな気がしてるんですけど。そうかそうか、うん。ニコルズと朝ちゃんの叩いてたカフェロンが対バン。あ、違う。その前にヨシンバと対バンしてるんですよね。そうだ。あ、そうそうそう。そう、それはね、これ俺はよく覚えてない。そう。非常に、あの、悲しい事実なんですけどね、それは。皆さんにお伝えすると、そうそうそう、あのニコルズより前にやってた、またモノノフルーツっていうバンドをサポートして、まあ、入ってて、でそれと 朝倉さんが今でもね、いや活動してますヨシンバっていうバンドで対バンしたんですよ、新宿レッドクロスでね。そうで私はもうやっぱ先輩素晴らしいバンドだったし、わーっと思って非常に興奮して、で話しかけて、でちょうどその時そのテンポが速くなるということに非常にこう悩んでいる時期で、ね、そうそうそう、で、うん、朝ちゃんにちょっとあの、うん、テンポが速くなるのをちょっと悩みなんですけどどうしたらいいですかって聞いたら、うん、いやもう自分がよく知ってる有名な曲、この曲ぐらいだろうなっていうテンポを、まあ有名な曲に置き換えてその曲を思い浮かべて叩くとぶれないよっていうアドバイスを口にといただいた記憶があるのに、あるのに私やったことを覚えていないという、覚えてないんですね。ただ私そのヨシ、うちのバンドのヨシに聞くと、うん、あのリッチャーの子バンそのモノフル見てリッチャーのドラムをすごい褒めてたらしい、その時もあのドラムの女の子はいい、うんらしいですよ、ね、でも覚えてないです、ね、覚えてないんですよ、うん、でもそれを思うとまず最初に会った時にも一つ教えてもらってるでしょ朝ちゃん、うん、そして、うん、2回目はその教えてもらってるとかなんて大した全く大したことじゃないクラブ級でニコルズとカフェロンが対バンする時にそれは覚えてる、そうそうそう、そう、その時にも私は一つ教えてもらってて、うん、あの同じ LM400 っていうラディックのスネアをね私も使ってたんですよ、オールドの、うん、あの、うん、昔のやつね、うん、でそのスネアだったらそのグレッチの48本のスナッピーがいいよっていうって言ってね、うん、のをそうそう教えてもらった。俺はそうしてたからね。そうするとたまたま。で、そうしたらバッチリだったっていう。そうね。話でしたよ。そうですよね。もうそこから始まってる。そうですね。それはだからそこはちゃんと覚えてるし、それでこう、うん、そこでいろいろ話すようになったってことですよね。大体いろいろね。うん。でもそれはそれで、まあまあ、なんていうんですか、別にすぐ連絡取るようになったわけでもなく、うんうん、なんかよくわかんないけど、まあよくこの話何回か知ってますけど、全然よく思い出せないんだけどね、うん、なんか急にいろいろ会うようになっていろいろ研究したりとかするようになったんだよ、なんかね、うん、まあでも私もスリラバ行くよう、よく行くようになったりして、そこに朝倉さんも来るようになって、うん、そうそうそう、それはだから多分よく見るようになったから、うん、何か私が相談したいみたいなので多分は確実に私から連絡をしただろうなとは思っている、うん、うん、そうなのかしらね、うん、そうだと思います、うん、そうです、まあ、もうだから本当にお世話になってね、本当ね、いやいや、ね、それはもうこちらのせいで私は何もあれなんですよ、本当にね。本当まあ、今日の、うん、今日のトークはそういう話なんでね。うん、今まで朝ちゃんに教えてもらった、うん、朝ちゃんに教えてもらったものを一つ一つ皆さんにも紹介しつつ、その素晴らしさを語っていこうじゃないかっていう内容なんです、実は。知ってました？知らないな、わかんないですね。何も準備はしなくて言ってたんだけど、大丈夫です。ただ、ただ飲みに来ただけみたいになってますけどね。うん、それは大丈夫です。でもね、まずね、みんな気になってると思うんだよ。その家にあると言われている、その目の前にあると言われているそのランプと、あと何？その窓際にあるものは何？スプーン？これはね、
これ、あ、これでしょ、これ、あれ、うん、これでしょ、かわいい。これね、今回のね、これはね、そのね、色ガラス、ガラスが好きになると、はい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 、必ずこう、行き着くとか、北欧とかが好きだと行き着く、オイバトイカさんっていうデザイナー、ガラスデザイナーの方がいて、オイバトイカさん。そう、オイバトイカ。ちなみにこのコップも、このコップも、その方が昔デザインしたやつなんですけど、これはでももう全然復刻で全然安いやつなんだけど、その人がこういうの作ってたんですね、こういうの。で、これも、こう日本にね、こういう、これをね、あの、なんつったらいいんだろう、これ、なんとこれ、ポムポムとか言われる、これ、まあ、植物をイメージして作ったガラスのオブジェなんだけど、その人が。その人、ちなみについ最近死んじゃったんですけど。あ、そうなんですか。おじいさんだったんでね、昔から活躍してる人。この人は、これ日本のね、あの、ある会社とこう、の人とこう、あの、その人はこれをいっぱい作りたいっていうんで、作ったんですよね。で、本当はすごい、あの、昔、割と昔のものが出回ったの結構高いんだけど、これは割とその最近作られた、その時作ったものなので、安いっていうか、まあ、安くはないんだけど、割と手に入れやすくて、僕は死ぬ気で集めたの。うん、でもう随分昔から、わこれが好きだったので、こんなこともあるんだなと思って、割と頑張って。安くはないんだよな、これが。死ぬ気で集めたんだ。いやいやいや、で、頑張って集めたんですよね。それですよ、うん、それ頑張って集めたんでしょうね。だからようやく飾れ、あれですね、行ったら、あ、やっと行ったらとかにでもデザインしてる、すごい鳥が、そうそうそう、鳥がいっぱい。そうそうそう、じゃあこれちょっとせっかくなんで皆さんに、あの、見てる皆さんに共有します。行ったらってのさ、行ったらってさ、その、うん、バーズっていう鳥のシリーズを出してて、ガラスの、あ、これ、はい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 、これとか、これもそのわあ、かわいい。これまでいろんな色。これですよ、皆さん、これ。あ、来た来た来た。そうそうそう、こういうの作ってる人。この方ですね、この。この人死んじゃったんだよ、この人。おじさま、亡くなっちゃったんだ。そうそうそう。あ、かわいい。これだから数少ない趣味なんですよ、これはね。こんな、でもね、この鳥。ちょっと待って、今聞き捨てならない。数少なくない。いや。だから、はい、まずそれを訂正したい。これから出てくる話を聞いてれば、みんな数少ないじゃないよ。いや本当に。これはだから、そうそう、だからこれは非常に個人的な。いやー、かわいいですね。でも今度は鳥とか全然持ってないよ。全然持ってない。これね、キリがないからね。持ってないですよ。そうですね、そんな飾るところもないしね。ただその、もともと好きになったのが、その、この、ポムポムっていうか、この、ね、パンプラベースっていうこの、オブジェだったので、これが出るっていうんだったら、ちょっと頑張った後、いくつか買おうかなっていうんで、買っといたのを今飾ってる。え、もう一回、何ベースですか？え、パンプラ、あのね、ポムポムって、この、これとか、あ、トムトム。あ、ポムポム、ピー、ピー。あ、こんなの全部出るんだよ。ポムね。ポム。あ、ポムポム。出た。ポムポムっていうのは日本でしか言わないのかもしれない。あ、なるほど。この、こういうね、こういうの、こういう。これだ。植物を見立てて作った、こういうオブジェがあるんですよ、これね。あはは。かわいい、うん。なるほど。そうそう。はい。はい。戻ってきました。すごいね、この機能。これ。すごいよね。何でもできるじゃん、これ。すごいね。そうそう。そういうことです。あ、みんな、ほら、あさちゃん、雑貨屋さんみたいなお部屋。素敵なランプとコップって言われてますよ。ただ。もうここ今ね、この向こうはもう全部すごい、ここ、段ボールなんですよ、ここ。今。もうだから本当にね。で、自分もここしか見てない。うんうんうん、仕事ここしか見てないわけ。え、その、ランプは？ランプ、この間、ちらっとインスタで紹介してましたよね。
あ、これはね、あの辻和美さんっていうあの金沢にいる有名なガラスの作家さんがいて、はいはい、で金沢に僕知り合いが、はい、金沢に大学の後輩がいる関係で、よくね、唯一金沢にそうちょっと知り合いが多いんですけど、辻、はいはい、さんも辻さんもちょっとお話ししたことがあって、へえ、辻さんのガラスのコップとかもいっぱい持ってるの、私はその集めちょっと集めていたりとかで、たまたまその福岡のあのお店に行ったら、クランクもあるセットお店に行ったら、辻さんがシークレットでこういうガラスのこうたまたまガラスのランプを作ってて、それを売ってるみたいな展覧会やってて、おっと思って買ったんですよ。めちゃくちゃ可愛いですね。私はやっぱランプ、そのランプに非常に惹かれています。これいいよね。うん、やっと飾れて、2年ぐらい前に買って押し入れに入れてあったけどこないだ飾った。よかった。1個はあれでした、まあ、こないだ飾りました。いや、ね、断捨離するってずっと言ってましたもんね。そう、だからこうなん、ね、やっぱそのいつかやろうっていう人生だから、こんなに暇になってもすごいもう父として進まないわけだから、そういうなんていうの、なんか片付けようっていうことがテーマになっちゃうから、もう毎日よくない、よくない、おすすめしない、そういうなんていうのこう、うん、よくないね。もう毎日毎日全力投球でやらないと、本当に。そう、今日はこんなところ片付けるとか言ってたら何もできませんからね、本当に。そうですね。思う、本当に。あ、おすすめしない。だけどだから少しずつ、うん、少しずつ。まあまあ少しずつね。早くもうだから、そうだから早くもう全部片付けて、うんうん、なるべく、うんうん、はい。ちなみに辻和美さん。は多分この方ですよね。うん、あ、そうそうそう。行きました。辻さんこの。でも基本的にやっぱその透明な感じが多いですね。あのね、別にランプシェードを作ってるというよりはやっぱりこう。ガラス作家さんなの。ガラス作家さんなの、そうなの。あ、じゃあグラスとかも。だからこういうこういうコップとかの有名だね。こういうあの。てんてんてんって書いたやつとか、こうちょっと切り込みたいにしてあるのとか、このしましまのとかさ、このてんてんてんが有名だね。うんうんうん、かわいい。うわー、あさちゃんはどういう、いつも思うし、いつも聞いて結局あんまりよくわからない答えが返ってきて終わるんですけど、どこからこういうものの情報を、でもやっぱり全然これ人とのつながりとか入れる。あ、でもそれはそうか。金沢の場合は大学の後輩が住んでるから、うん、じゃないかな、よく覚えてないけど、うん、まあそうですね。そうだね、なんでだろうね。でもまあ好きってことなんだと思うんですよね、うん、そうですね。だから雑誌とかネットとかでおって思ったらそこから辿っていく、そのそうですね、まあ音楽とかもそうだもんね。なんかね、うん、だから私はその朝倉さんの好きが基本的にたくさんの方向に向いている、うん、そう、あなたおっしゃるはそんなことないと思うんですけどね。そんなことあるよ。いや、ないと思うよ、本当に。どうなんですかね。質問、皆さん質問あったらぜひ朝倉さんにあったら言ってください。で、質問来てんだよ、うん。私が言う、あずちそうたさん。うん。あずちそうたさんって知ってますか？知らない。ご存知ないです。とか、お好きですかと来たので、検索してみましょう。はい。検索してみて。知らないな。ガラス作家。お、共有しちゃおう。じゃあ、これ。出てきましたよ。いいですね、みんなで情報交換だね。そうだね、これ完全に家でやった。ああ、素敵ですね。素敵、素敵だね。うん、素敵。あら、素敵。あ、火だ。あ、もしかして、これは素敵ですね。分かった、あそこに置いてあるやつだ。あの谷沢智文という、朝ちゃんもよく知ってる、うんうんうん、何があの飛騨高山に
の喫茶店やってますけど、その、そこにあるすごく近くに八百屋っていう雑貨屋さんがあって、うん、すごい素敵なランプが置いてあるんだけど、うん、もしかしたらそこに置いてあるやつかな。素敵ですね、ほら、八百屋。あった。めちゃくちゃ素敵です。だから、タニーのお店にあるランプもこの方のです。本当、そうなんだ。そして、八百屋の店長は朝倉さんなんですね、うん、名前が。本当だ。本当だわ。ガラス的ですね、これ。ヤバイヤも、あさちゃんめっちゃ好きだと思いますよ。で、最高です、また。金沢君の家に行ってみたいんですよ。本当に行きましょうよ。ねえ、ちょっと。行きたい。今度一緒に行きましょう。ね、なかなかものすごい喜ぶと思いますよ。行きたいな。いや、これはちょっとね、覚えました。これメモですね、メモ。うん、メモした。うん。いいね、いい回だね。自分で自画自賛するね。いやいや、これは素晴らしい。うん、あのね、さっき、うん、こう今日何に話すかなと思って、うん、こう多分朝倉さんから教わったものをいろいろ思い出せるものをこう書いてたんですよ。こう多分私の中で、うんまあ、三大かなと思うのは、うんまあ、ちょっと一つのくくりは大きいんだけど、うん、三大をもとにちょっと話をしようかと思うんですが、うんまあ、一つは、うんまあ、芝居だね。芝居。芝居ね。芝居を見に行くということ。多分知らない人も多いかもしれないですけど、あさちゃんは大学の時から芝居も音楽もやっていて。うん。そう。ね。そう、やってたんですよね。で、やってたんですよね。うん。でも、バンドでデビューすることになったから、あ、うんうんうん、デビューしてもやってたんですけど、うん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 。まあ、やめたっていうか、やめたね。やめたんだけどね。うんうんうんでまあ、だ芝居を見ることはよくもその頃からずっと見てるってことですね。うんうん、そう、だから芝居連れてってもらったじゃないですか。多分野田さん、野田マップとか、まあ、ケラさんのもそうだし。私もなかなか、まあ、もう一人私の女の子の友達で芝居が好きな子がいるから、うん、その子と一緒に行ったり、うん、たまにはしてたんですけど、うんね、でもそのやっぱりうん、あさちゃんに連れてってもらったのも、ね、ものも多いし、うん、そこからそのなんだろう役者っていうものへの興味、あ別に自分がなりたいっていう、いや、ねえ、まあ、もちろん女優になりたい気持ちは別に捨てないですけど。それはもともと、女優になりたいっていう気持ちは高校生の時にあったみたい。あ、そうなの。あ、そう。自主、その文化祭のために自分たちで、うん、家なき子のパロディと、古畑任三郎のパロディをみんなで作ってた時には、うん一つは、うん、その家なき子だとエリカっていじめっ子のお嬢様役をやって、はいはいはい、やったんですよ。そうやったんです。古畑の時は犯人役をやって結構おいしいところをこういただいてやっていたんですけど、それすごい楽しかったから、うん実は好きだったみたいで、それを思い出しましたけど、はい。まあ、それは別にいいんですけど。そうなんだ。その役者をやってる人への興味、やっぱミュージシャンには、がぜん興味はそもそもあって、やっぱ一緒にやる仕事するし、まあ、面白い人多いし、うんけど、その役者ってやってる人もやっぱ面白い人多いなっていう。役者は難しい仕事だなぁと思って、なんかもうそういうなんかこう、うん、なんていうのなんかこうなんていうんだろうね、ねこうキャッチボール、人とキャッチボールしてるの見てるとなんかいいなとか思うじゃない。そういう
ことじゃないですか。会話をしてるのを見てて、ああこの姿美しいなみたいな、うんうんうん、芝居、俺芝居で食ってきますみたいなことって矛盾するっていうか、なんか舞台に立ってあれやってこれやってこういうふうに自分がこう動いてとかになっちゃうけど、あ本はこうキャッチボールしてるのが旗から見てて美しいみたいな感じだから、うんうん、なんか役者としてのこう自分がやってくみたいな、こうなんて言うんだろうね、追えば逃げる職業、うん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 、ね、なんか確かにそう、なんか昔もなんか例えばなんかこう普通にこう私ちょっとあの誘われたからやってみますみたいな子がすごい良くて、でもただ座って人に言われたからなんかこうはいとかって答えて、次の人がセリフ言わなきゃなんないからただ喋ってるみたいな感じの子がすごく良くて、みんなすごいもっと真面目にやんないとかで真面目にやり始めたら全然良くなくなっちゃうとか、そういうで、ミュージシャンとかも、まあそれ今ミュージシャンに共通するなと思って聞いてたけど、完全にそうでさ、うんうん、俺ミュージシャンになりますっていうこととちょっと矛盾することがきっと、うん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 、歯車の一つになって、本当の歯車の一つにうまくなれた人が一番目立つみたいな、うんうんうん、個性的になるみたいな、うん、逆説があるところが、うんうん、やっぱこう同じ感じがね、うんうんうん、するよね。あとこのほら芝居、これコロナで芝居中止になってるわけですよ、うん、私も数えたらもう8本ぐらい見に行こうと思っても8本ぐらい中止になって、もう考えるだけでなんかもう芝居本当大変だからさ、2年ぐらい前に小屋を抑えて人も抑えて、二度と同じことできないだろうし、大道具も絶対壊さなきゃなんないし、うん、ね、もう針のを縫うようなああいうことをやって、いや、本当に、本当に、ね、もう音楽のやっててのリハーサルに比べてのお芝居の稽古にはもう、もうひれ伏したい気持ちになりますね。そうね、うん、だから、そう、まあ、だから芝居も大変だけど、あ、じゃない、音楽も大変だけど、芝居とかを見るともう本当にもっと凝縮してるからさ、なんか。うんうんうん、かわいそうだなっていうか、もったいないの、うん、こっちももうほんと損したなっていう、バカ野郎みたいな感じが募りますね、やっぱりね、なんかね、そうですね、そうですね、本当に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 、で、うん、じゃあ2つ目、うん、それに、まあ、ひもづく、まあ、この人の芝居も一緒に見に行ったことがあるという坂本裕二さん、ね、坂本さん好きです、坂本裕二さん見に行ったもんね、見に行きました、あの なんでここまで好きになったっていうか、まあ多分あさちゃんが坂本さんの名前を教えてくれたから私はそこから追いかけるようになったんですけど、でももともと見てたんでしょ、それはこの人かみたいな話、うん、そうそう、ネットフリックスを契約した直後に、最高の離婚って映画とか、うん、あの、うん、ね、小野真知子とかが出てるやつを、リアルタイムでチラッとだけ見てたけど、ちょっと興味があって、全部見たらめちゃめちゃ面白くて、うん、でも私はまず映画をめっちゃ好きになるんですけど、そっから。知ってます。はい、すいません。それも今でも映画、映画になるんですけど、まあでもその話を朝ちゃんにしたら、うん、それは坂本裕二さんって脚本家だと、うんうね、坂本さん素晴らしいのよと、うん、素晴らしいのよってね、素晴らしいのよって教えてくれて、うん、であなたそれでも生きていくを見ろと、そう、私はそれがね、それはもう本当にそれがすごかったから、本当にさ、そう、もう毎回歯を食いしばってみたから、ね、いやー、でそのそれでも生きていくってあのドラマ、それも瑛太と満島ひかりのやつなんですけど、これ皆さんもし見てない方がいたら本当に見ていただきたい、このこれは本当にもう本当めちゃくちゃ暗いけどね、本当に暗い、もう死ぬほど暗いけど、本当に暗いけど毎回がっくりする、本当に、ね、でも見てほしい、うん、そうだね、でそっからまたいろいろ見たってことですね、そしたらあの何ですか、見ました、
マザーとかああいうの見たんでしたっけ。マザーも見ました。ウーマンも見ました。ああそうですよね。素晴らしい、素晴らしい方です。すべ、ね、てそうなんです、ね、あといつかこの恋を思い出して泣いてしまう、もあれも坂本さんですよね。そうですそうです。今なんか TVer でやってるみたいですけどね。誰みんな見れる。あそう、うんうん、カルテットも素晴らしい。カルテットもそうです。ね、そうですよ。あのねもそうです。あのねもそうですよ。あのねもそうです。まあ、元を正せば東京ラブストーリーを書いてるんですよね。あ、そうそう、そうです。でも東京ラブストーリーは別にちょっと改めて見てはないんですけど、やっぱ素晴らしいんですかね。まあ、いやあれはまあなんかでも本人もなんかご本人も、うんうん、あれはあの時ああいうふうに書いたっていうだけで。まあ時代もあるしね。自分がそうそう自分がどうっていうわけではないかったんじゃない、うんうん、やっぱり。うんうんうん、まあ確かに最初だしね、まだねキャリアのね。そうそう。で坂本さんのあの本もあるし、うん、それもめっちゃ良かったし。ね、良かったね。そう。あとこう、ね、初恋となんちゃら朗読の朗読朗読のやつね。やつあるよね。それも中心になっちゃってね。それも中心になっちゃった。そうそうそう、中心になっ、でも今度リモートのなんかドラマや、ね、NHK で。そうそう、あのね、短いラジオドラマ。うん。兄弟とか、ね、姉妹とか、そういうのを。それめっちゃ楽しみ。うんうん。そうですね。うんうん、楽しみ。すぐ見ると、俺もすぐあのリツイートしちゃう。ああこんなのやるんだと思って。そうそうそう。で私もそれ見るとすぐ朝ちゃんに LINE して楽しみだね。そうそうそう。だからな、あのまあもちろんドラマーとしての大先輩ではありますし、うん、もう尊敬する先輩なんですけど。いやいやドラマーとしても、ね。でもやっぱそういう話よりも、うん、そういう見るものとか、まあここが美味しかったよとかこれが可愛いよみたいな。会話の方が多いなっていう、うん、そうですね気はするんですよ。ドラマの話そうね、そうだね、あんまりそうだね、最近は特にしてない。ドラマの話はしないね。そうですね、なんか見たらいい、うん、それについて話しますけどね。そうですね、ああだったねこうだったねとか。そうですね、あとお互いのライブ もう見たらちゃんとこう、それは正直に言うルールになってるからね。そうそうそう、うん、あとだからライブを一緒に見て、うん、このライブのどこのライブの音、例えばドラムの音とかどういう鳴り方をしてたかっていうことを2人で話しておくと、こう見てもらった時にあの言葉が 整理されてるから、うん、あの時よりもああで、うん、あの時よりもああだった、うん、キックはこうだったとか、うん、でもこういう時はちょっとあれだからとかいう指摘を聞くと、あの自分が聞いたみたいによくわかる、うんうんうん、だ便利だったんですね。便利だった便利な人すごい便利。いやいやいや、それはでも私にとってはなかなかそういうことってないじゃない。そのないないない、ね、もっとなんかみんなこうここがこうとかいう話をするかもしれない、うんうんうん、ドラム仲間、うんうん、もっとなんか、うんうん、色とかもうちょっとこう非常にこう明るい感じとかも非常に感覚的なことで、うんうん、こう非常に微妙な言葉こう、うん、こう表現を揃えてあったから、うん、本当に言われると、うん、なるほど、でも完璧にも自分が聞いたように分かる、ね、自分のやったことが。いや、本当に。それが便利。いやそう、だから私もね、その朝倉さんが参加するツアーの、まあ、ちょっと遊びに、初めの方に遊びに行って、こうでしたよとか、もうクソ生意気に後輩なんですけど、もうちょっとこう、いやいや、こうした方がみたいな話もしちゃうんですね。そうそうそう、だからゲネとか最初の方に見に来てもらって、うんうん、もう大体だから大体こうあのみんな大丈夫って言うわけ、僕大丈夫ですかねって聞いてもみんな大丈夫ですよって言うじゃない、うん、まあ大丈夫なのは当たり前なんだけど、うんうん、大丈夫とか、うん、この自分が大事にしてる感じになってるかみたいなことが、うんうん、本当に、うんうん、誰にも自分にしか分からないことなので、うん、でも自分は外から聞けないので、うんうんうん、そういう話をそういうなんかこうドラムじゃないこととかいろんなことを通していろいろ話している人がこういて、うんうん、でそういうこともちゃんと角を揃えてお互い、うんうん、でまあそういうことができてたので、
自分も非常に勉強になり、いや私もですよ本当に、自分が本当そう、そうそう、で自分がどうしたいっていうのはあんまこう普通のドラム像とはちょっと関係のないところにあるかもしれない、うん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 、お互いね、うん、お互いお互いそれも理解し合っていると私は思っていますし、だから余計良かったんですね、うん、特にその数年前とかのよくこうそういうことをしていた時期って、うん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 、でも私も最近でもそのサポートしてるので、まあ、なかなかね全部はあの忙しいから見てもらえたりしないですけど、でも見に来てくれたらここがこうでちゃんと言ってくれますもんね、朝ちゃん。それはやっぱりでも普通に単純にスネアのピッチはちょっと低すぎるかもとか。とかね、そういうこともある。多分りっちゃんは自分でこういうふうにやりたいと思ってることがこう聞こえてないだろうなみたいなことしか言ってないと思うんですけどね、なんかね、もうそんなもうほら、もう素晴らしいドラマーですからね、本当にね。最近は本当にもう、本当に。いや、本当に。お互い本当にあれですけどね。ね本当に。そんなちょっと音楽の話も交えたりしながら、うん、その第3弾の3つ目が、うん、やっぱこれかなと思ったのはね、高山直美さん、うん、おお高山さんね、僕別に個人的に高山さんを知ってるわけではないんですよ、周りに知ってる人が多いけど、はい、うん、でも普通私レシピ本を借りたまま借りパクするのはすいません、ね、本当にいやいやいいんですよ、もう買いました私も自分で買いましたからね。でも俺もやっぱり、いまだに高山さんの参考することが一番多いな。いや、皆さん、高山さんは料理家なんですね。うん、高山直美さん、うん。で、レシピの本もたくさん出していらっしゃって。うん、でも何がいいって、まあ、そのもちろん料理が美味しいのはもちろんなんですけど、そのレシピの本が、なんかこう、日常の手触りとか、なんかそういう、すごい文章も上手で、なんかこう、ものすごい細かいレシピで美味しいレシピっていうかは、なんかこう、日常がすごいいいなって思えるなっていう感じのレシピの本じゃないですか。うんうんうん、その構成、ね、レシピブックの構成の仕方も素敵だし。日記とかもずっと書いてらっしゃって、うんうん、アロニマスタジオから出てるんですけど。文章が、まあ、エッセイストなんだよね。だから、うんうん、もう、まずそれ以前に。あとさ、チクタク食堂っていうさ、上下本のこういう、毎日の昼と夜のご飯を書いてる本。はい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 、はい。でもそれがね、めちゃめちゃそれ読むと、こう、いい加減っていうか、そんなにこう、なんていうの、ちゃんとし、語形を恐れて言えば、そんなちゃんと生活してない。うんうんうん、もう今日はこれでこれだけでしたみたいな。昼は食わなかったとか。うんうんうん、そう。もうめちゃくちゃな時はめちゃくちゃなの。うんうんうん、でもなんか、ごつごつしてていいなっていう生活が。うんうんうん、それ見てすごくこう、いいなと思って。そうそうそう。うんうんうん、きちんとこう毎日毎日作んなくても。それを見て非常に楽になり。うん、そう。いや、そういう。なんか読んでると楽になったり、要はなんかズボラってさ、すごいまあ、悪いように使われることのが多いかもしれないですけど、でもなんかそういうのがいいみたいなのって大人になってからの一つの心得みたいなのが私の中であって、基本的に私もその真面目っつうか、こうあるべきだとか、これがかっこいいとか、なんかやっぱこうでなくてはいけないみたいなのが基本的には強い人間だったんですけど、うん、でもそれがどんどんこうと年を重ねるごとにそれがどんどん崩れて、うん、むしろそれが楽しかったりこう愛おしかったりするみたいなのは、でも朝ちゃんと喋っててもそういうことはよく思う。でもね、そう？そうかしら。でも、どうでしょうね、本当に。ね、ズボラっていうか、まあズボラっていうか、まあね、無理してもしょうがないもんね、もうね、なんか、うん、本当に、うん。
楽しくやるしかないんですけど、ね、そうそう、最低限やっぱ人に迷惑をかけてはいけないなと思うけれど、うん、そうそう、うんうん、そうなんですよね。ちゃんとこう、そうそう、そうなのよね。本当そう、本当そうよ。無理しないでいいわけですよ、本当に。無理しないでいいわけですよ。なんかね、こう、なんていうの、こう、こうって、よく言ってるけど、こう、積み上げて、成長しなきゃって、こう、積み上げて積み上げていくと、もうなんか、ああ、崩れちゃう、いつ崩れちゃうかしら、うん、みたいな。で、ちょっと崩れたかもとか、うん、うわーって燃えてると、あ、なんか昨日より小さくなっちゃったかも、みたいなのは、うんうん、なんかちょっとこう、辛い、辛いので、うんうんうん、もっとなんかこう、広く耕す。うんうん、なんか水平にこう広く耕していくみたいなイメージの方が、うんうん、あ、もうちょっと遠くまで見るようになったみたいな方が楽っていうか、うんうん、あと火もなんかもっとこうちっちゃな炎をこうみんなで守るみたいな方がなんかこう、うんうん、いいじゃないですか、なんかね。いや、わかります。でもそういうことめっちゃ教わった気がします、いいですか、ね、あざちゃんに。例えばそのうちもまあ国際結婚なんで、夫婦のいろいろなこう夫婦喧嘩の話とかマサちゃんにめちゃめちゃしますけど、そうですね、本当にめちゃめちゃ してるんですけど、でもそれはもうなんか、うん、いつもなんて言ってるんです、その結婚したらもうそれはもうなんだこう なんて言った言うっけ、いつもこれみんなにも教えてあげたい、その話を教えてあげたいんだよな。なんだ、なんかこう半分はん、いやいや、誰でも人を半分はほら半分はいいけど、半分はこう、うんうん、ね、いい感じだけど、うん、半分は暗い、光に当たって半分は暗いわけですから、うんうん、それをこう抱えるのがね、人間ですから、うん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 、なんかあとはあれですよ、そのお互い結婚してこう、そんな国際結婚だと余計お互いこう向き合って向き合ってとかってなっちゃうけど、うんうんうん、本当はなんかその同じもの見てこう、うんうん、ね、これ綺麗だねとかさ、うんうん、こうだよねとか言ってこう横にいる感じの方が楽なわけですか、うん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 、あ、猫飼い出したじゃん。そうなん、それはね、あ、猫飼ったらいいと思う。皆さん見えますか、ここにね、これね、あ、これ寝てる、これバーチャル背景じゃない、バーチャル背景じゃない、実際にあそこでうちのコニーちゃんが寝てます、あそこで。マジ？最後に無理やり起こして皆様に見せようかと思います。かわいいよね。かわいいです。でもそれは本当にまあ子はかすがいと言いますが、まあ、猫はかすがいだなと今思っておる次第ではあります。2人で同じ方向を見て生きていけるからいいと思いますよ、うんうん、絶対荒探しになるから向かい合ってたらずっと、だそれで言うと最近、すみません、急に HGYM のことを思い出したんですけど、はい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 、HGYM ってね、バンド、橋口康政の、まあ、追悼企画から始まったバンド。HGYM が、要はものすごい大所帯で今、10人とかで、まあ、一応、まとめ役になっていると、うん、なんかもっとさらに今だとみんなに会えないし、こう、うん、なんだろう、本当、普通にリハしてレコーディングしようみたいな話にもなってたけど、それもできなくって、うん、でも HGYM ってあんまりそういう、こういざこざにならないのは、うん、橋口くんを見てるから、全員が、ね、そのそうだね、お互い俺がこうだあれがこうだとかじゃなくて、もうフラットにみんなが橋口くんの音楽とかを見て、でも自分たちのオリジナルも最近今のメンバーで作ったりしたけど、それはその HGYM としてどうなんだみたいな、で橋口くんから派生した音楽をやる集団としてどうなんだとかが、うん、こうあるから、ね、非常にそういう意味ではスムーズと思って、ね、だからだなって思う。自己表現じゃないもんね、うんうん、自己表現じゃないけど、傍から見てるとそれがすごい一人一人見通しがいいみたいな、うん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 、この人こういうとこはいいなみたいな、うんうんね、まあ、でももちろん自己表現の素晴らしさもあるんですよね、それは。もちろんもちろん、うん、もちろん。それでヒリヒリするとか、うん、人にはこうできないことがそれによって出てきたりとかあるから、うんうんうん、それはそれで素晴らしい音楽があると思うけど、うん、そうだね、はい、なんかいろいろあるんだよな
あと本当にこれ放送されてるっていうこと全く意識せずやってますいいんですいいんです。ただ本当にあのちなみにあのずっと変わらず16人7人ぐらい見てくれてて、あ本当、うん、いいことだ、いいことだね。なんかこうちょうどいい、いい感じ、すごくいい感じです。ちょうどいいじゃない、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ね、本当ね。ね、本当ね、うん。ちなみに昨日、ニコルズの、あのね、今のドラマの愛ちゃんから連絡が来て、うんうん、あの、明日の朝倉さんとの会、絶対に見逃したくないんですけど、アーカイブ残りますかって来て、うん、じゃあ残せたら残すよって言ったんですけど、いいですか、アーカイブ残せ。もちろんです、もちろん、もちろん。あ、よかったです。すいません、こんな。公の場でアーカイブの確認。いやいやいや、これ自分俺も見れるところだもんな、とかね。そうです、そうです、そうです。どうだったかなっていうのが見れる。それはいいかな。ちなみに声の大きさが全然違うっていうコメントが来てるんですけど、どっちがどうなんだろう。どっちがどうなんだろう。どっちがちっちゃくてどっちが大きい、教えて。ああ。でも大体岡田さんの方が大きいんじゃないですかね。私は声がでかいんでね、そもそもね。そうな、本当にそれが本当困り、それ困っちゃうんですよ、本当ね。ご飯を食べに行って、そうですね、酔っ払うと余計声が大きくなるんで。そうなん、一人だけ声がすごい。そうそう。そして通るっていうね。まず静かにっていうね。そうそう、うん。すみませんね、本当にその説は。まあ、俺は小さいんじゃないかな、声、多分。でも。でも私にはだいぶ来てるんで、そう思うと私が聞いている環境がそのまま流れているはずだから分かんないんだけど、まあでも私の声は私に来てない。りっちゃんが大きい。あ、そうです、わかりました。これなんか調整とか、まあでもまあいいか、まあいいや、もう、まあいいや、これが近、ちょっとかあれだけ近づく、近づけばいい。マイクとか、マイクとかそれ立ってんの、それって。立ってない、パソコンのマイク。俺もこれ iPad のマイクなんだけど、ちょっとちゃんと喋ります。あ、いや、すいません。っていうか私が遠のけばいいんじゃない、はい、こう。いや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 、なんかそれ俺だけ大きい人みたいですか、なんか勘弁してくださいよ。いや大丈夫、じゃあちゃんと喋るから、ちゃんと喋る。っていうか声がサーサーしてダメなんですよ私。あ、そんなに小さくないですよってフォローが来てます。あ、本当？大丈夫？なんだろう、私がちょっと自分の声がヘッドホンで聞こえないからより大きくなってる。そう、ヘッドホンすると聞こえないよね、自分の声。ヘッドホンに自分の声が返ればいいのに、はい、確かに。ね、俺もこの間なんか誰かとやっててヘッドホンしてやるの嫌だなと思ってたから。確かに、そうか。でもこれ片耳外して自分の声を聞けばそうそんなにあれじゃないですか、きっと、うん、そうね、そうじゃない、うん、確かに。いつも終わった後疲れてるのは、それすごい、ものすごい喋ってる、力入れて力入れてんだな。もうそういう体質なんですか。もうあなた、それ仕切る体質がもうそうなっちゃってるから。仕切る体質って何なんですかね、本当に。あ、そのままで大丈夫ですよっていう。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。すいませんね。すいませんね。ありがとうございます。はい、まあ、声量の差ってことですよ、だから単純に。単純な。うん、まあ、それは。声が。本当に。あと、じゃあ、ご飯屋さんの話しよう。うん。ご飯、私が思ったのは、ご飯屋さんの話と、あと、美術館とかの話と、うんうん、本屋さんの話。本屋さん、うん、まあ、そのついこの間私がその村上春樹の猫を捨てるの本が全然売り切れて売ってないんだけどって言った時に、うん、ブックナードっていう、お、うん、あの本屋さんを教えてくれたじゃないですか、うんうん、そういう話、うん、そういう話ね。すごい、でもあの素敵でした、あの本屋さん。そうなんですよ、うん、ブックナードです、皆さん。今出します。いや、僕もこれもね、別に知り合いなわけじゃないです。あのツアー先で本屋に行くのが好きで行ったら、この本屋は素晴らしいなと思って。だってなぜなら盛岡ですよ、これ。
そうそうそう。盛岡で行ったんですね、ここに。行った行った。うん。いい。やっぱその、その、何ですか、その個人が発信してる感じですごい。うん。ちゃんとその、うん、まあ、趣味趣向というか、うん、きちんとこの、まあ、セレクトショップ的なことになってきますよね、ね、本のね。うん。そうそう。この方の本屋っていう感じで、非常に。もう、お一人で。まあでも一人なの、どう、一人なのかな、どうなんだろう。でもこれ今、この方今、あの、応募してくれた人にこう、自分で本を選んで。そうそうそう、そうそう。やってたりとか。そうそう。あとね、盛岡。こういうのが読みたいって言ってくれれば、みたいな、ね。そう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 。うんうんうん。あと盛岡に工藤凛さんっていうね、俳人の方がいて、女性の方がいて。ほうほう。この方もね、ここでもすごい小さな財みたいの出してて、それ俺たまたま買ってそれを、それはすごい、すごい面白くて。へぇ。この子ね、工藤凛、ここはじゃあでいかないので、ここ、工藤凛を買う。これ、これはね、あのこれ私、よくわからないですけど、なんかこれも一緒に買いました。はい、これね、これもね。よかったですか、今から読みます、私、買いました。これね、まあちょっと読んでみて、感想を教えて。わかりました、感想を教えました。これはね、まあの、面白い。ちょっと面白い、どう面白いかみたいなことはもうまた話しましょう。あ、話しましょう、話しましょう。あとこのね、この斜め上にさ、黄色い個人的な、うん、この方写真家の方なんですけど、ほうほうほう、とても文章がとか、僕もこの人の本が大好きで、へこれはね、これ多分これはね、自費出版で、このコロナの3月の時の日記なんだけど、これも買って、ほうほうほう、ここにあるけどまだ読んでない。うん、この人は本当に、ね、あの本当にこう、あの ECD さんってあのラッパーのガンで亡くなった方の奥さん、その辺の話とかをこうずっと暗い日記を書いてたりとか、その本とか、とても面白いんですよ。とても素晴らしい、素晴らしいです。面白いっていうか、素晴らあのっていうか、読んでみるといいよ。読んでみます。よかしするわよ。その私インスタでもこういうなんかの、何、うん、こういうベースっていうの、この売るシステム、今のさ、今のこの、うん、今の売るカートのシステムって今すごい見るでしょ、いろんなところで、うん、見ますね。えあれで随分やりやすくなっていいね、ああやってこう、うんうんうん、個人が物を売る、ね、そう、いやそれがすごいいいなと思って、うん、もうあさちゃんもこれだけ、うんうん、なんか作ったらどうですか。何を作ればいいんですか。私のこう見てると、うん、作るっていうか、うん、セレクト、セレクトショップ、そういうのね。やっぱお店を、私はこうお店をやってる人がいたらいいですよね。でももう遅いよ、うん、自分だってやればいいのに。そういうあなたもなんかお店やればいい。お店です。まああのリサランドやれなかったんで、グッズは作って通販でとは考えて、あそれは、ね、今一生懸命考えてはいますけど、ね、できなかったから、ね、残念でした。残念です。今更こんな何時間も経ってるのもあれだけど、ね、そうなんです。そうでした。その話何にもしてなかった、うん、今日。なんていうことだ。残念だったね、ちょっと。ね、うん、大規模リサランドやろうとしてた。まあね、でももう、うん、もうこればっかりは、しょうがないですよ。そうですな。1年ぐらい前から話を、うん。もう1年以上前からキネマクラブの構想はあって。うん、そうだね、うん。やるかやらないか。うん、ね、まあでも、うん、まあでもちょっとね、うん、うん、そうだね、面白いことを想像しながら生きていくしかないですね。そうですね、うん、まあそんな、まあいつだってそうですからね、あなたね、うん、変わらずまた変わらずやってください。こういうのも毎週やってて本当に偉いっていうかなとか、面白いよね本当に。なんかもうこのシステムをゲットしてしまったので、もったいないし、うん、これはすごいね、
で例えばこのね今見てくれてる16人とかもうめっちゃ嬉しいじゃないですか、見てくれて、それでね本当に、うん、ね本当に、うん、だからまあそれで喜んでくれる人がいるならばと。ちなみに来週はやりません。あ、そうなの。なぜなら、なぜ関取花ちゃんのスタジオライブの配信なんです、来週の日曜日。これはスタジオで見てください。スタジオで演奏するってことですよね。そう、演奏したの生で。いやもうはこれはいいね、ドキドキしますね。それこそ今飢えてることですからね、みんなやる方も見る方も、うん、これは素敵。いやー本当に興奮ですよ、興奮。久しぶりに人と同時に音を出して合奏するんだよ、うん、こんなに会いたことないもんだって、生きてきて。本当に本当だよ、本当だよ、ね、もう朝ちゃんもそうですよね、本当にね、本当ですよ、うん、リモートとかは最近いくつかあるけどね、リモート何かに合わせてこうやって一、うんうん、人でやってとかいうのはよくあるけどね、うんうんうん、やっぱ同時にすごい面白い、ね、まあ、それでもすごい面白い、出来上がっていくのがめっちゃ楽しいですよね、本当に。一回でもね、あのレコ、そうね、コロナになってから1、2回はレコーディングがあって、うんうんうん、まあ間が空きつつ、それも本当に非常にやっぱ尊いものですよ、あれは。やるたびに違うんだから、だって同じことやって、うんうん、何それっていう、うんうん、確かに本当に、やっぱあれはそう、あれはね、空気をパッケージするものですから、うんうん、そうですね、うん、いいな。いや、まあいつになることか分かりませんけど、私はちょっと、うん、そうですよね、ねえ本当にね。まあでもあの朝ちゃんにはそのリサランドの一つあの、はいはい、こうコンテンツというか企画で一つ動画を作ろうと思っていて、うん、夫と動画をそれを朝ちゃんにもお願いしてるんで、やるよ、皆さんお楽しみにしてくださいね、うん、この辺プルプルしてるけどやるよやるやる、うん、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます、本当に。とんでもない、とんでもない、楽しみにしてます、うん、ということでですね、はい、いい時間なんです。お、ちょうどいい、もう1時間なんです。これ毎回ちょうどいい感じ、毎回1時間ぐらいで終わってます。ああ、じゃあちょうどいい、ちょうどいい、ね、素晴らしいね、本当あっという間です、ね、しそれなりに話しましたし、いろんな話、ああね、本当ただ飲んでるだけみたいになって、はい、ただ本当に飲んでるだけを聞いてもらうっていう感じになりましたけど、うん、そうですね、そろそろあれですかね、そうね、来月ぐらいになれば多少はそのね、ね、なんかこうちゃんとうまくこう、うん、うまくこう時間とか場所とかを気にしたら集まったり飲んだりとかも、うんうん、多少はね、まあね、できるかできないかって感じですね、うんうん、まあ気をつけながら徐々にね、そう、気をつけないとね、うん、本当にあの日本はめちゃくちゃラッキーで、うん、世界的にはまだまだですからね、本当にね、何なんでしょうねこの日本のね。でもやっぱこの間のうちの旦那さんと話したら、やっぱりなんだかんだ言って、うん、ハグしないしシェイクハンドしないし、まあそうね、実はそれは結構大きなものだねっていう話でしたよ。あのおしぼりとか海外出てこないからね、だいたい召し合いってもね、うんうん、文化がいろいろあるんでしょうね、あるんでしょうね、うん、まあそれはあるんでしょう、いい、うんうんうん、ですね、うん、はい、はい、じゃあよいしょ、本当にありがとうございました、今日は。でもない。大変あの楽しい、人と話す気がないときに楽しい時間、ありがとうございました。いや、本当ですか、ありがとうございました。本当に。そして見ていただいた皆さんもありがとうございました。本当すいませんね、こんなんでね、本当に。またこれに懲りずに皆さん。はい。でも実は来週、同じ時間に YouTube ライブはしませんが、多分、1週間頑張れられれば、羽ばたきすのミュージックビデオを公開します。ビデオ？音はもうできまして、完成しましたので。できたんですか？はい。で、ミュージックビデオの動画の素材も撮ったんで、ちょっと、うん、ここから1週間かけて、自分で
編集しました。自分で撮ったんですか、映像。自分で撮りました。どういうものか、完全なるセルフです、今回すべて。すごいね。やるね。やれることはやってみようと。こんなことしてピアノとか弾いてたけど、弾いてたけど、やるね。弾いてました。やるね。やってみます。うん、ただ間に合わなかったらごめんなさい。これな、一応言ってください。間に合います。間に合います。まあ、間に合わせる気持ちを奮い立たせるために今言ったところもあるんで、そうですね、わざわざ。はい。頑張ってください。頑張ります。頑張ります。はい。はい、楽しみにしててください。はい。はい、楽しみにしています。はい。はい、ということで、はい、うん、では、皆さん、さようなら。バイバーイ。バイバーイ。またね。ありがとうございました。はい、終わりました。はい。終わった。